20日どうもちゃ、篠原です。今回ですね、センター試験まであと20日、何をやるべきかということで、こちらマーク式基礎問題集をやりましょうという話をしたいと思います。これなんですけど、これ古文ですが、他にもまあちょっとこれ範が古いんですけど、漢文、あと英語ね、英語のこれは文法語法の基礎編とかっていう風に、そのセンターの、マークですね、マークの問題がいろいろ載っています。これをやりましょう。で、これまでの話を言うと、50日から40日目はまあ過去問とこれまでの模試を解き直せって言いました。で、40日から30日では河合の予想問題集、30日から20日では寸大の予想問題集で、これからあと10日ってなるところにかけて、これですね、河合塾の、マーク式基礎問題集の方、これ前ここは総合問題集ですね、こっちは総合問題集なんですが、河合塾のマーク式基礎問題集の方をやりましょう。で、なんでやるか、おそらくこれ過去問と模試の解き直し、多分これが大体まあ8回分ぐらいあったと。河合塾のやつもまあ7回分ぐらいあって、寸大のやつもまあ多分8回分ぐらいあったと思うんですね。これで大体まあ20回分から25回分ぐらいの演習ができたっていうことで、自分にとって何が苦手か、何が 点が取れないのか、どこで落とすのかっていうのが大体明らかになってくると思います。で、この明らかになってきたところの弱点補強として、マーク式基礎問題集をやると、マーク式基礎問題集を固めましょうという感じですね。で、これによってどうなるかっていうと、今まででセンターというものには慣れてきたんだけれども、自分の力が及んでいないっていうところはこれで鍛われるようになると。だからまあ言ってみるなら、あのベン図的に言うと、目標点取らないといけない力がこれぐらいあるとなった時に、今のその最初に取った過去問とか、のあたりでこのぐらいまでの力があると、あと取れないところってもう2つしかないんですね。実力はあるけど慣れてないとってないか、実力もなければまあ慣れてもないと。まあマークの練習なんてそんなしないですからね。で、こっちに関してはこれまでで鍛えてるんです。ここでここは鍛えてると。だから今点数的にはこういう状態なんですね。こういう状態で、あと残りのところ、実力もないというところをこの問題集で鍛えていくということで、ここも伸ばせるようにすれば、無事、まあ、センターの目標点に届くんじゃないかということですね。まあ、これやりましょう。マーク式基礎問題集。レベルとしてはそんなに難しくはありません。比較的簡単め。比較的簡単めで、勉強しやすいです。勉強しやすいんですけど、ただ、まあ、今これ手に取ってみたやつなんですけど、中古でもう全部答えだけ書いちゃってるっていう状態で、なんかそういう本とかもあるんで、まあ、できれば新品、まあ、買ってもいいと思いますが、別に僕河合塾から1円もお金もらってないんで、別に中古でいいと思います。中古の状態とか見て Amazon で中古買ってもいいし、近くに古本屋あるんだったらそこで立ち読みしてもいいけど、まあ中古でもいいんで新品でもいいです。どっちでもいい。金があるんだったらまあ新品でもいいんじゃないですか。まあ中古でも十分だと思いますが、それを買ってみて、勉強するというのがよろしいかと思います。苦手なやつだけでいいですからね。全部やる必要ないからね。ところがその苦手なやつに関しては絶対にやってください。俺文法弱いなと思うんだったら文法語法は絶対やれと、古文弱いなと思うんだったら古文は絶対やれということですね。弱いなと思う文に関しては絶対にやってくださいです。ということで、今回ですね、センターあと、20日という段階で何をやるべきかという話をしました。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。